世界柔道への出場権を取る、そう話して畳に向かいました。今大会初戦、果たして野村がどんな復活劇を見せてくれるのか。準々決勝は花田学園村山浩介、さあ試合が始まりました。放送席の解説は野村選手の盟友とも言っていい、篠原慎一さんですが、篠原さん、はい、野村選手の、まあ、練習もずっとご覧になってましたが、はい、状況どんな風にご覧になってますか。そうですね、集中したいい稽古をしていました、はい。で今回も本人も調子がいいと、言ってましたし、はい、まあ、この試合どのような戦い方をするかが、うん、そういうことですね、はい、非常に動きが速い野村の組手。今野村いい組手になってますね、はい、野村が圧をかけてます、はい、懸命にこらえる村山、ここは組手が外れました。24歳の村山対32歳の野村、今年2月のドイツ国際は3位、チェコ国際優勝した去年のあの大会からワールドカップでも1分け1敗、行動上海は右肘の靭帯損傷のため欠場と、なかなか結果を出せていません。なんとしてもですから、篠原さん、この大会でいい形を作りたいという気持ちがあるようですね。内股に行くがどうか、捉えた村山、もう1回行く、まだ行く、まだ行く、まだ行くがどうだ、効果、ここで効果を取ります。まあ、内股の後の背負いですよね。そうですね。でも技の張りといい、力強さといい、はい、衰えてませんね。あ、そうですか、はい、なるほど。まあ、若干もう数年前であればあのまま持っていってましたけども、うん、まあ、この辺りはまだ勝負感というのが、ワールドカップ以来ということになりますので、ね、はい、それほどまだ戻ってないという話はしているようですが、ただ技のキレ自体は本人はそのままであるというふうに話をしています。村山が内股をかけに行きましたが、これは十分ではありません。ですからその自分の組手になれるかどうか、そこが一つの野村がポイントであろうというふうに言ってましたがね。そうですね、まあ、組んでしまえば、まあ、野村にかなうやつはいないと思うんで、はい、これは世界どの選手に対してもそうでしょうね、はい、ただそれを組ませてもらえるかどうか、その自分の組手にさせてもらえない、まあ、歯がゆさというものをドイツ国際3位で、はい、まあ、感じてきたようですがね、はい、今は世界の60キログラム級の選手全員がこの野村の首を狙っていますが、とにかく野村に組ませてはダメ、それがもう世界の選手の合言葉。果たしてその自分の組手をこの大会の中でどう掴んでいくか。奥襟を取っていますが、まだ引きが取れません。野村、まだ効果による1ポイントだけ。はい、もう野村の組手ですね、はい、そうだ、これは効果。今野村のコーチがあれですね、これで効果2つのポイントになりました。野村小内刈り、綺麗に足がかかっていますが、最後村山が体を反転させてなんとか逃れている感じ。動きもいいですよ。あ、そうですか、はいはい、さあまた組み手もさせようがない、おーという、今館内でどよめきが起こりましたが、村山の背負い投げ。まあ、野村反応がいいんで、担がれたところでね、はい、ここで今懸命に逃れました。ポイントにはなっていませんが、一瞬ヒヤッとした場面。野村あの辺りの技を受けてしまう部分というのはどうなんでしょうか。まあ相手も必死なんで、いきなり来ることもあると思うんですけども、はい、でも野村はやっぱ反応がいいんで、その時の反応ですね、はい、流れることはないと思います、はい、北京続行を決めてからまだ結果が出ない野村、なんとしても今大会は結果が欲しいと話していた野村です。さあ村山が背負い投げ、背負い投げ、背負い投げ、あ、これも村山が懸命にこらえた。いや本当、はい、ポンゼオなんかでも入るタイミングなんかはいいですよね、なるほど、はい、あとはそこからのもう一つ、はい、ね、袖釣りに入ります。村山上から潰す野村、さあ野村の準々決勝、
なんとしても今大会勝って世界選手権の切符を得て、そして柔道界前人未到のオリンピック4連覇の大偉業へ、野村のその大偉業に向けての第一歩が始まっています。現在のところ効果2つ分のリード、ただまだリードとしては十分ではありません。野村再び奥襟、まだ引き手が取れない。この引き手を取れば野村十分な体勢、内股打ち返した、内股打ったところコスト狩りのような形でしたね、はい、これで技ありを取りました。よく相手を見てますね、はい、うまく返していきました野村、集中力がすごいです。このあたりの集中力がやはり野村の本来の状態に近づいてきてるなという感じをしますね。そうですね、さあここで村山が内股に入ったところ逆に返していきました。ここで守らずに1本取りに行ってもらいたいですね、うん、あ、なるほどね、はい、はい、残り時間がまだ1分10秒あります。ポイント的には完全に野村リード、野村に対する声援が送られています。福岡国際センター、さあここは引き込んでいく、引き込んで締め技に入ろうというところでしたが、ここで待てがかかります。まあ、野村はどちらかというと寝技はあんまりしないんで、うん、はい、ワールドカップの後ちょっと本人としても気持ちのモヤモヤする部分がね、はい、あったかもしれませんが、本人はいい意味で吹っ切れたというふうに話してましたが、はい、この戦いぶりをご覧になって篠原さん、やはりその分の精神的な吹っ切れ感というかね、そういうものも感じますか。そうですね、うん、まだ一番強かった時の野村ではないでしょうけども、うん、はい、それに近づく試合をしてるんじゃないかなと思います。徐々にね、はい、はい、野村らしい技のキレ、とにかく技に入るまでのそのスピードが非常に速い野村、そのあたりの野村の勝負感は徐々に戻ってきているようです。やはりこの試合をしながらその感を取り戻していくというレベルのようですね、野村としてはね。そうですね、残りが30になります。この5分間の中でちょっと抜けてますね、今は内股を受けましたが、まあ、早く引き手を持って、はい、最後の最後まで1本取りに行ってもらう柔道してもらいたいです。釣り手はがっちり取りますが、この引き手がなかなか取れません。相手が十分でない状態の中で技を投げていきます。さあこれ背負い投げ、ここはこらえた。残りが間もなく10秒になります。野村忠宏、ここで待て。世界柔道に向けて、北京オリンピックに向けて、何としても勝たなければいけない、そんな思いで臨んだこの選抜体重別選手権、ここで試合終了。準々決勝は村山浩介に対して圧倒的な力を見せつけての優勢勝ち、野村忠宏、まずは世界柔道へ、そして北京に向けてその第一歩を記しました。さあこの試合をご覧になっての篠原さんの印象したいですね。そうですね、この後内股の後のこの背負い投げなんかでもですね、本来野村の一本取りに行くような柔道が見れた試合じゃないかなと思います、はい、やっぱりこんなに豪快に技が入る選手というのはそうそういませんから。そうですね、はい、もうさすがはチーム篠原の筆頭だなとというちょっと篠原さんも安心した表情。さあ先ほどの技ありのシーンをもう一度ご覧いただきましょう。村山が内股仕掛けに行ったんですが、これを見事に返していきました。このあたりの技への反応、これはやはり試合を繰り返しながら戻すことしかありませんが、見事野村忠宏が準々決勝勝利を収めて準決勝進出を決めています。前人未到オリンピック4連覇へ指導、野村忠宏。強い前人未到の男が帰ってきた。シドニーオリンピックで2連覇、アテネオリンピックで柔道史上初前人未到の3連覇を達成した男、野村忠宏。アテネオリンピックの後長い休養から去年実戦に復帰、復帰後の国際大会で優勝。しかし勝負の世界はそんなに甘くはなかった。去年9月の大一番ワールドカップ2回
敗退。今年の2月、ドイツ国際では準決勝で敗れ3位。それも得意技の背負い投げを返され負けた。まあ俺弱いなって素直に受け入れるしかないですね。まあそれとはまた別に俺までやれるなって。俺は弱いと言いながら俺はまだやれると語る。すでに栄光は十分すぎるほど手にした。その男が再び厳しい戦いの道を選んで戻ってきた。オリンピックで4連覇、もうこれだけですね。まあこのためには本当にどんな試練であろうが、どんな苦しみであろうが、もう受け入れてやるしかないなって、まあ、それができるのは自分しかいないから、そのぐらいでっかい挑戦だと思ってるんで、ちょっと気合い入れて最後に一花咲かしたいなと思うんでね。野村忠宏、世界への切符まであと2つ。3年ぶりの選抜体重別選手権、6度目の制覇なるか。そのためには大きな壁と言ってもいいかもしれません。平岡弘明との対戦、22歳若手注目株。さあこの平岡を倒して決勝進出なるか、野村忠宏。さあまずは組み手争い、共に右の組み手。この試合を篠原さんが非常に楽しみにされていました、はい、どういうところがポイントになりますか。そうですね、まあ、しっかり組んでしまえば、まあ、野村の方が分がいいと思います、はい、いかにあの平岡は野村に組まさないか、いかに自分の組み手になって先かけるか、今みたいですね。早いですね。またも今度は左からの背負い、平岡。筑波大から両徳寺学園に進みました。22歳、今年のグルジア国際に優勝しています。野村エグサを追う1番手。上村専務理事がここに来てポーンと抜けた感じで、まあ、若い時というのはこういう一つのきっかけで飛躍することがあると、今回の大会は非常に楽しみだというふうに語っていたこの平岡。篠原さんも非常にこの平岡に注目されています。野村にとってはこの準決勝一つの大きなポイントですね。そうですね、今は野村の組手ですね、はい、さあ小内あり。しかし平岡も早い。釣り手がちょっと切られましたね、野村。引っ込んでいこうという平岡です。やはり平岡としても意識としてはまずは組ませたくないだと思います。そこから始まってるんでしょうね、はい、まあ、平岡選手もどちらかというと組んで柔道するタイプなんですけども、ただ野村にはやっぱり持たさないと思いますね。そういうことですね。簡単には持たせない。しかしこの組んでからが早い。さあこれは有効。外からオーストに足を持っていきました ね。今も平岡選手があの右肩を出してですね、はい、簡単に組ますからですね。これです、はい、かかとでうまくかけました。さあこれで有効のポイント一つリードです。さあこれで平岡が前に出てくる。背負いに行く。これは盤石、完全に抑えている野村。平岡もうこうなればもう野村の柔道が、はい、なりますかね、はい、入っています。やっぱりうまいですね。この辺りの技のキレ、これが本来のものに戻っています。野村この表情、非常に集中している今大会。強い野村が、天才野村が帰ってきたか。今年のドイツ国際に負けたとき、負けから学ぶということも大事だが、学ぶだけではない、負けを生かさなければ意味がない、そう話した野村。あの敗戦の悔しさから、この天才野村が本来の力を取り戻してきています。初戦も村山康介を圧倒した野村、この準決勝も若手成長株、平岡弘明にまだ柔道をさせていません。強い。釣り手が若干低いですね。あ、なるほど。今切られました、はい、野村のこの圧がすごいですね。圧が。しか
しこの32歳の野村の圧力に22歳の平岡が負けているというね。そうです、あの野村は技も切れますけども、力もすごく強いですね。そうですね。やはりライバルたちがこの野村を見てその技のキレ、そのスピード、そういったものは全く落ちていないという話をしていましたが、さあさらに指導が来ました。平岡に指導で野村にさらに効果1つのポイント、技あり有効効果1つずつのポイントが入っています。しかしもうここは平岡は出るしかありません。そうなれば野村にも大きな技をかけるチャンスが1つ出てくる可能性があります。組ませない平岡、平岡としてはここはもう一発組んですぐに、あ、ポイントを取れば、この左、これは場外、ちょっと野村見過ぎですね。うん、平岡はもう組まずにああいう形で行くしかないですかね。ちょっと野村がちょっと若干あの見てるような感じがするんで、見てしまうと足元すくわれるんで、ちょっと自分から前に出てもらいたいですね。なるほどね。今もちょっと見過ぎていたがゆえに平岡のもろ手刈りをちょっと食う形になりました。はい、これは十分始まった。野村の組ですね。野村の組手になりつつありますが、体を引きして懸命にこらえている平岡。あ、ここは巴投げで逃れます。しかしまだ離さない野村。ここまでしかし野村の柔道を見ていましても、準々決勝、この準決勝と非常に内容がよく見えますが、どうでしょう。そうですね、やっぱりもう試合感は戻ってきてるんじゃないですか。戻ってきてますかね、はい、徐々に。ただ若干こういったこのちょっと見てるんで、あ、この後半ですね、はいはい、後半に入ってどうでしょう、野村が技をかけるシーンが少なくなってきましたが、若干組手の方も平岡選手の方がね、うん、前に、はい、出ていますから、ということは平岡にもまだチャンスがあるということですね。さあ平岡まだポイントを取れていない。10歳年上、この60キロ級に大きく立ちはだかる壁、野村忠宏。若干まあ野村がまあさばいてるんですけども、これ私からすると、はい、どんどん前に出て一本取ってもらいたいんですけどね。なるほどね。疲れというものは感じないですか、どうでしょうか。いやもう大丈夫です。まだその辺は大丈夫ですね。はい、まあ、集中力がありますし、はい、その表情、野村。絶対に今回はいい内容で結果も優勝、そしてやっとなんとか自分は選んでもらえる、そんな状況なんだ、そんな危機感を持ってこの大会に臨んでいる天才野村忠宏。この人の目の先はオリンピック4連覇、人類史上4人目の大偉業が見せられています。残りが30を切りました。準決勝野村忠宏、このままいけば決勝進出、あと一つで世界への切符を手にする、その舞台に足を踏み入れることになります。さあ平岡も前に出るが、これをさばいている野村。この辺りは試合巧者、野村がこの平岡を翻弄しています。残り10秒を切りました。この準決勝も技あり有効効果、そして相手に柔道を完璧な内容で準決勝の突破、野村忠宏、3年ぶり6度目の優勝へ向かって決勝戦進出。やっぱり問題にしなかったですね。そうですね、もうちょっと平岡選手やってくれるかなと思ってたんですけども、はい、やっぱり天才野村の前には歯が立たなかったですね。非常にここも伸び盛りの平岡でさえもこの野村の前では1ポイントも取れないというね。今のあの大外刈りなんかでも、うん、あの潜水ガバッと入ってますからね。はい、このオースト見事でありました。これで技ありを取っています。さあ野村忠宏、世界柔道へ、そして北京オリンピック4連覇の夢へ向かって、野村忠宏がいよいよ今大会決勝進出を決めています。男子60キロ級決勝戦、赤福岡雅治総合警備保障、白野村忠宏ミキハウス。選手入場。男子柔道軽量級に君臨する王者野村忠宏、天才
野村のこれが最後の最後の夢、北京でのオリンピック4連覇という大業に向かって歩き出しました。野村忠宏60キログラム級決勝の畳が迎えます。審判の主審さあ60キログラム級決勝戦、野村忠宏が盤石の柔道でここまで上がってきています。決勝の相手は総合警備保障福岡正明。さあここまで一本ことありませんが、篠原さん、はい、野村がやはり自分の柔道を完全に何かこう出し切ってる感もありますが、そうですね、どんなふうにご覧になりますか。そうですね、あの思い切った技も出せてますし、はい、あの先ほども言ったんですけども、あの前席ほどの一本に決めるというところはまだ、はい、あのそこまでは言ってないんですけども、思い切って技を出すというところは前席とほぼ変わらないと思います。なるほどね。決勝の相手がエグサが上がってくるのではないかというふうに予想されていましたが、はい、準決勝でそのエグサをゴールデンスコア方式の延長戦の末で下したのがこの福岡正明。準々決勝、準決勝とともにゴールデンスコア延長戦を制してのこの決勝進出です。もうこれも野村の組ですね。組ですね、はいはい、おっと袖釣りで入ってきた福岡正明。まああの相四つなんで、野村のお母さんですね。そして奥様と今日は息子さんも、この会場に応援に駆けつけています。元春君ですね、はい、彼が2歳になる頃に北京での大会を迎える、その時に悔し涙を流している自分ではなく、やはり一番高いところで誇らしげに胸を張っている自分を見せたい、その時お子さんは2歳。ちょっとあの様子を、はいはい、見せて技をかけられた時に、はい、膝がちょっと内に入ったのかなと。膝ですか、はい、ちょっと見てみましょう。あちょっとあ痛そうな表情を見せています。右膝ですかね。ちょっと膝を痛めたような野村仕草を見せました。さあこの辺りは大丈夫か。お母さんと奥さんとそしてお子さんの前で世界のチケットをこの手に掴むか野村忠宏。北京の時には子供は2歳、記憶に残るかどうかは微妙だが、そういった大きな舞台で戦っている親父の姿を見せたい。それが野村の最後の夢、現役最後の夢に向かって、さあ大津波空手内股了解です。いいですね。最後まで粘って粘って今巻き込むような形で持っていきましたが、野村忠宏表情が今大会は本当に集中したいい表情をしています。野村なんとしてもこの大会で勝って内容で見せて世界選手権へのチケットを勝ち取る、そう話した野村。ここまでは盤石。さあこの決勝はどうか。まだこの決勝ポイントは取れていません。福岡もなかなか積極的に頑張ってますね。そうですね、全く臆するところありません。また大外を覗かせる野村、さらに背負い攻めているのは野村。攻めを見せています。期待されているのはおそらく一本を取る柔道でしょう。そういう柔道ももちろんしたいが、初心に帰って今大会はがむしゃらに一本取れなくてもいい、泥試合になってもいいから自分の力を出したいんです、こんな風に話していました。それができた時に自分の柔道はまた大きく変わる。32歳になった野村がさらなる高みを目指している、そのきっかけになるかこの選抜袖釣り込み腰に行く。福岡の技はこらえています。まあ、よく落ち着いて見てると思います。心配そうな表情でお母さんとそして奥様が見つめていますが、まだポイントはなし。ただちょっとちょっと手が立ってしまいました。野村の動きはここまでどうですか。そうですね、あの悪くはないと思いますけども、組手が若干ちょっと見過ぎかなと。自分から先取りに行けばいいんですけども、はい、相手が持ちに来てから持つような感じになってるんで、
ここは組み手争い、両者とも持てません。あっと引っ込んでいった福岡正明、東海大学から総合警備保障へ。おととしの全日本学生選手権の王者、福岡が持ちに行ってから持つような感じになるんで、うん、もうサク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 持てばですね、もう組んでしまえば野村の方が圧倒的に実力があるんで、このあたり野村慎重にいってるってことなんでしょうか、どうなんでしょう。そうですね、背負い投げやりづらさはあるんでしょうか。まあ四つなんでそれほどやりづらさはないと思うんですけども、やっぱ多少慎重になってるかもしれないですね。さあ1分を切りました。まだ両者ともポイントなし。さあ野村勝って世界の切符をその手にできるか。これも野村の組ですね。追い込んでいく、まだ離さない。野村上位際上がる、上の上から再び上段へ、これも捉える野村、まだポイントなし。30秒切りました。野村忠宏の決勝戦、まだポイントがありません。ここまでは完全に相手を圧倒してきた野村ですが、決勝戦22歳の若手福岡正明の前にまだポイントなし。野村コールが沸き起こっています。20秒切りました。あるいは延長戦にもつれ込むのか。さあ取れるか、まだ取れない。残りが10秒切った、まだ取れない。来て内側に残り5秒切る。なんと5分間で決着がつきません。ゴールデンスコア方式の延長戦に入ります。60kg 級決勝戦はゴールデンスコア方式の延長戦に入りました。ここまで準々決勝準決勝と技ありのポイントを取ってきた野村が、この決勝戦はまだポイントが取れていません。まあ、福岡の方もさすがエムさんに勝って上がってきただけあって、いい柔道しますよね。22歳ですがこの人は力をつけてきましたね。野村一瞬危うしという展開でありましたが捉えています。ただ野村の表情は全く最初の試合から変わっていません。非常に今大会は集中した表情。もうちょっと野村上げてもらいたいですね。ちょっと見すぎですね。あ、そうですか。こうなってくると一瞬の技でポイントが入った段階で勝負が決するゴールデンスコア方式。あっと吸い込み押しに入る。さあ野村一つ噛んだ、非常に持ったか。今小内刈り、これはかわす。効果もよく見ています。効果が絶対王者野村に対して全く気を取らないいい柔道を見せています。さあこの若き効果、22歳の福岡に対してさあどうだ。押しで入っていくか。待て、ここで待てです。でもさすが投げきれないんですけども、その一発一発の技の入りというのはもうすっごい速いですから ね、 あとは最後の決めの部分、まあ、集中してやってもらいたいです。そうですね、この集中力は今回は完璧。あとは勝負感がどのくらい戻っているか。大会前には6割と語っていた勝負感はただ試合を追うごとに戻っているように感じられます。その吸い込み腰、ここは腹輪になって逃れます。消極的であると取られてもその瞬間に試合が終わってしまうゴールデンスコア、両者とも前に出るしかありません。福岡は勝てば当然初優勝、野村は勝てば3年ぶり6度目の初制覇。残りが間もなく3分になります。 60kg 級決勝戦、まだ両者ともポイントなし。野村がポイントを取れない。これもこらえる。まだ十分に乗ってない段階でも入ってきます。効果ちょっと野村がきっちり島田さん取れなくなってきましたね。やっぱりしっかり組み止めてしまうとダメですよね。技ありを取りましたが、でももうおっと5位に入ります。まあ、あの一人の主審が技ありで効果してるんで、まあ、ポイントはつきますね。ポイントは間違いなくつくと思われますが、はい、最後大外この入りも非常に速かった。
野村忠宏、おそらくどちらかもポイントにという動きだと思いますが、いやいや、まあ、あの野村でしょ、あの技ありか効果かというね、はい、この辺の、動きだろうと思われますが、まあ、これは1回、いやでもあの大外側でも、今日の大会はよく出してますけども、そうですね、速いですし威力もありますね、はい、大外に行った後に福岡がこれ返しているというところですか、ですね、そうですね、これが大外、ただこれを外して福岡のこの投げが決まったのではないかというような、今ビデオでジュリー席で審判員と合議が行われました、まあ、こう V で見る限りはですね、もう取らずに両方ともまた試合続行してもらいたいですよね。ああ、なるほど。最初に仕掛けたのは野村です。しかし、まあ、でもまあ、福岡はもう死にたいですけどね、はい、そうですね、その中で、まあ、あの大外を外した後に投げたあの技が効果的であると取られているかどうか、はい、ジュリー席で今 VTR を検証して、今合議が終わりました。さあ、どちらに上がる、手が上がった方が優勝です。野村3年ぶり優勝か、福岡初制覇か。野村、福岡、それまで。野村です。福岡は野村につきました。3年ぶり6度目の制覇、そして世界へのチケットを野村が今この手にしました。おお、喜んでいる奥さんと、そしてお母さん、この野村の表情はまだ納得はいかないのかもしれませんが、おそらくこの人が納得がいくのは、世界の舞台で頂点に立ってからでしょうからね。まあ、そうですよね、まあ、世界というよりオリンピックじゃないと納得しないと思います、ね、なるほどね、はい、さあ、しかし今大会のこの野村の戦いぶり、はい、盟友の篠原さんからご覧になって、はい、どんな風にご覧になりましたか。まあ、盟友というより私のチーム篠原の、まあ、一番じゃないですけどね、はい、まあ、今大会見てみますと、技のキレ自体は前世紀よりはですね、はい、まあ、若干ちょっと劣るんですけども、はい、でもスピードとパワーとは、うん、前世紀とほぼ変わらないんじゃないですかね、またこの優勝を機にですね、世界選手権に向けてですね、そうですね、最後の決めの部分までしっかり決めれるような、うん、柔道をまた取り戻してほしいなと思いますね。はい、その瞬間のほっとしたような表情です。これお父さんですね。そうですね、手前がお父さん、はい、後ろがお母さんですね。そして奥様とお子さんも今畳の方を見つめています、はい、さあ、人類史上4人目のオリンピック4連覇へ向けて、野村忠宏、見事な勝利を収めました。最後は死闘というにふさわしい大熱戦でした。そうです、もうここ、まあ、復帰というか、まあ、北京目指すって宣言してから、まあ、正直悔しい試合、情けない試合、何よりその自分自身というのを出し切れないストレスというのがすごい強くて、また失敗、まあ、ちょっと年齢も考えて失敗したかなって悩んだ時期もあったですけど、やっぱりここで勝てないからやめるというのは本当に情けないし悔しいから、なんとか今日はもう本当に泥臭くてもいいから、自分のある力、そんな一本取らなくてもいいから、今出せる力っていうのを畳の上で出していこうと思いました。今日は会場にお子様も含めてご家族が応援に来てくれてますね。そうですね、もううちの家族、あと講演会の人、あとミキハウスの社員って大勢来て、まあ、子供が来ているんで、後で離乳食をあげようと思います。もう一度世界の一番高いところへ立ってくれますか。そのつもりでやってるし、オリンピック世界選手権の金メダルは自分しか似合わない、そういう気持ちでやっていきます。ありがとうございます。野村選手でした。大きな拍手を送ってください。おめでとうございました。